はい、いつもお世話になっておりますサイドビーの坂井です。ハートです。本当です。はい、本日は AI 時代の行政書士ということで、以前の動画でデジタルファースト法について服部さんにもお話しいただいたんですけども、うん、はい、それを受けて今日はですね、まあ、デジタルファーストのお話をした中でも、うん、AI とか IoT で行政書士、アントニオ猪木だよ。アントニオ猪木ではないないね、はい、ないの。 AI は人工知能ですね、はい。まあ、人工知能って、まあ、IoT の方なんですけども、うん、まあ、いろんなデータを活用して、まあ、自動処理ができるというようなこともありまして、行政書士なくなっていくんじゃないかという話をまあさせてもらったわけです、うんうん、でそうやったら、じゃあ逆に行政書士資格なくなって、みんな今からラーメン屋になろうという動画に変わるのかということなんですけど、美味しいラーメンもいいけどね、ねえ、まあ、それもいいんですけども、うん、あの誰か一人ぐらいやってみたら誰かとか言ってちょっとね、行政書士、まあ、ひょっとしたら他の修行さんも一緒かもしれないんですけども、うん、どういうふうにこの立ち位置をより明確に考えていったらいいのかなという話を、うん、まあ、させてもらえたなと思うんですが、今ちょっとこう表を出していただきまして、うん、あのよく、まあ、こういうあの AI とかで行政書士とか資料の仕事なくなるよってなると、必ずみんなね、仕事なくなるな、どうしようとかいう話になるんですけど、見ていただきましたらこのようになりますように、本来やった行政手続きっていうものはですね、手続きが難しいものと簡単なものっていうのがありまして、その右左で言いますと、その中でも、まあ、資料のノウハウが蓄積されてる分野、されてない分野っていうのがあった時に、手続きはもともと簡単やって、行政書士がようノウハウをやっとった、まあ、たくさんこなしとったっていうところは、まあ、なくなりました、うんうん、むしろなくなりました、なくなってほしい、はい、なんすけど、うん、よく考えてもらったらですね、もともと手続きが大変、要はその申請するまでにいろんなことやらなきゃっていうものは、これは行政書士がもともとやってた分野であろうが、やってなかろうの分野であろうが、これはもうなくならないわけですよ。それは IoT やないやん言うても無理なので、まあ、そこは問題ないので、どうしたらやるかっていう人たち、少なくとも今まで手続きが困難だったのに、我々がや取り込めてない分野もいっぱいあるわけですよ。ドローンの許可ありました？やってないでしょうね、うん、はい、まあ、そんな感じでこう意外とこう僕らでやってもやったことないけど、はい、数千種類ありますので、うん、まあ、そこに目を向けずにですね、うん、もうやってみようなんかしらみたいな、うん、いうのではいかんやろうというのが、まあ、一つあります。もとよりね、年始申請の手続きみたいなのが簡単になったとしても、その手続きするまでにいろんなことを、社長の考えを改めなあかんとか、うん、なんか周りとの兼ね合いを考えなあかんとか、うんうんうん、なんか必要な要件を満たすために人新たに雇わなあかんとかですね、まあ、いろいろあるわけですよね、まあ、そういうことをやった上で手続きっていう最後のものがあっただけなので、もう一回いろんな手続きを振り返っていただく必要があるのかなということがあるわけです。まあ、言い換えれば、その複雑な案件とかやったら、はい、あの申請自体はね、はい、本田さんみたいに他の人にお任せ、はい、でもちろんちゃんとした契約したあれですよ、はい、で、まあ、あの下もやっぱりコンサルティングの部分を担う必要っていうのがやっぱりあるわけで、本田さんでいう他社の部分ですね、他にもお願いした部分、はい、が AI とか IoT に置き換わるっていうことですよね。そういうことも言いますね、はい、まあ、言うたら仕事と作業なんかでもよく言いますけれども、うんうん、まあ、仕事っていうのはまさに本田さんがされているような、うんうんうん、まあ、プロデュースというか、はいはいはい、ビジネスのデザインのところっていうのがあるんですが、うんうん、作業っていうのは、まあ、本田さんの場合はかもしれないんですけども、うんうん、若手に仕事はないんやったら、うんうん、まあ、ここの処理する部分でもやるみたいな感じでお任せされて、うんうん、報酬もまあこう分けられてるっていうのもあるんかもしれないんですけども、それがまあ AI に置き換わるというだけになれば、うんうん、別にそこの仕事の部分って何ぞやという、まあ、哲学的な話ではなくてですね、うん、まあ、ただただ本当にやってる作業として見直しができるのかなと思うんですが、ね、有名な野村総研とオックスフォード大学が共同研究とか言って、なんか資料の仕事がなくなるみたいな、うん、こんなものがあるんですが、うん、この行政書士のよくこれ巨人だみたいなことが書いてるわけですよね、うん、これね、僕はこのオックスフォード野村総研に文句言いたわけじゃないんですけども、いや、これは行政書士を舐めたらあかんのって話なんでしょ。まあね、これね 93.1% なくなるって書いてるんですが、うん、別に行政書士は持ってきますとか、うん、なんかこんな代償しますってところで報酬もらって、まあそういう人もいるんかもしれないですけども、うん、そこに価値は全然なかったわけですよ、もともと。でもそれが 93.1% って言われると、はい、そうかなって思う。どういう意味でなのかってのはあるんですけども、まああの、あるんですが、これは僕は正しくないんじゃないかなと思ってるんですね。行政書士業務っていうのはですね、やっぱ結局、その機械的な余計な振り分けとか、うん、
まあ、定型的な組織の穴埋めみたいなんで、うん、まあ、できるでしょ 93% の人は、人はなのか業務はというか、まあ、そういうふうに言われてるわけなんですよね。いや実際にね、はい、さっきのその 93.1% って、はい、そこの仕事の部分っていうのは最初の服部さんの表で言うと、うん、手続き、はい、役所の方の手続きの困難性を解決するための仕事をしてた人でしょ、うん、まあ、そういうことですよね、はい、事案自体の困難性のところは手をつけずに、うん、ある程度パターン化できて、はい、繰り返したりとか人に振ったりできる、うん、そういう分かりやすいノウハウ構築ができる業務としての行政書士業務、うん、役所に対する申請がややこしいってやつね、はい、のところを専門にやってる、まあ、そっちの方に寄ってったんよね。行政書士が難易度が低いからっていう言い方をしてしまうとちょっと失礼かもしれませんけど、うん、はい、なのでそれもある種そういう選択をした人がそれぐらいの割合います、うん、でもそこはどんだけ手続きがややこしかろうが極端に言うとこう、ね、ピタゴラスイッチの世界になるだけなんで、ちゃんとプログラムで組み込んでしまえばポンと押せばガチャンと仕組みにできるってことでしょ。僕なんかはですね、まあ、難易度の低いっていう言われるような仕事も、まあ、実際に手掛けてることもあるので、それと並行してやっぱりその顧問業務コンサルっていうこともやってるので、立ち位置の移行ということに関しては、まあ、比較しやすいっていうところはありますね。実際ね、野村総研とか経済産業省なんかもね、今後残る仕事やなくなる仕事っていうのを分析して発表してるんですけどね、うん、よく言われるのが、代替可能性が高いっていうふうに野村総研が言ってるのは、うん、まあ、必ずしも特別の知識、スキルが求められない仕事、うんうん、データの分析や実績、体系的な操作仕事、うん、まあ、さっきのピタゴラスイッチに置き換えれるもの、うん、で逆に、野村総研もじゃあ代替可能性低いのってどんなんやねんっていうところで言ってるのが、抽象的な概念を整理、創出する仕事とか、うんうん、他者との協調や他者との理解や説得、ネゴシエーション、サービス業っていう言い方をしてるんですね。これ、協調とか他者との理解、説得になると、行政書士ももともとこれ、説得するっていうのは昭和なわけですけども、まあ、若干本来、本田さんが良かったみたいに、本来そこをイメージしてできてた資格でもあったりするんですね。これ、法律なんか、行政書士なんか見ててもそうなんですよ。ただ、結果的にピタゴラスイッチの方に行ったっていう、その辺もあるんじゃないかとおっしゃるのも、まあ、遠いところもありまして、同じようなもので、経済産業省もですね、出しとるんですけども、2030年までに減る仕事、増える仕事って結構露骨なタイトルで、出てるんです。その時は、もっと具体的に業務で挙げてるんですが、減る仕事、製造業、調達業、低価格の営業販売、反復継続的作業、バックオフィス。これ、反復継続的作業、バックオフィスってありますよね。ずっとテーマにしているのが仕事だと思うんですが、増える仕事は企画開発研究マーケティング、経営戦略策定、コンサルティング、おもてなしで、まあ、IoT が増えるんで、IoT を作ってる方の会社はなくならないのじゃないかというような言い方をしてるんですが、まあ、今の、まあ、この分別をね踏まえまして、酒井さんなんかが先ほども言わはったみたいに、まあ、そういう、まあ、いわゆる簡単そうな教科もやってるとかおっしゃってましたけども、はい、でも逆に今の、経済産業者とか、そういうのを見て、こういう業務の観点が残るんじゃないかみたいな、そうですね、まあ、パッと思いついたやったらやっぱり入管業務かなというところですね、はい、で、まあ、あれはその許可の裁量というものがすごく広いというところと、で、まあ、審査担当の人もかな、はい、そういう主観でちょっと判断されそうな、ケースがあるというところもあるの で、はい、で逆にその裁量が広いということはなんかこうパッと聞いたところ、なんか、まあ、裁量広いには許可下りるんかなというイメージも持ちやすいんですけど、逆を言えば裁量が広いからこそスケール隙があるっていうところがあるので、そこではやっぱりその AI とかそういったところには負けないところっていうのが人間だからこそ出せたりするのかなっていうふうに思ったりします。なるほどなるほど、はい、まあ、私もね、まあ、最近よくこの動画で旅館業の話してますけども、旅館業があって単純にその許可要件 の、面積とかね計算したりどんな管理体制しますって出すだけではなくてですね、そこ至るまでに、例えばその、もともとお家やったものを旅館業の施設に合わせようと思った時に、建築士さんが関わったり、工務店さんが関わったり、消防設備さんが関わったりとかした時に、もうそれぞれがそれぞれで、野球でいうとこのフライのボールをですね、誰キャッチすんねんで、みんな見送ってポトンみたいなあるわけですよ。そうならへんように、もちろん工事の工程とか許認可の営業開始の時期を見据えた時の、まあ、工程管理とかも含めて誰かがやらなあかんのですけども、誰やんのってやっぱこれ行政書士がやった方がいいんですよね。まあ、最終許認可申請するタイミングまでに、こことここまでにはこれやらなあかん、これやらなあかん、これやらなあかんとかあるので、またこの建築士さんとかがまあやられる場合に、
その設計の中で近隣住民と揉めるとか、京都であれば特にあると、そこの折衝とかも間には入れないけど、この営業者さんにこういう観点で来てるから建築さんにこう言って直してもらわへんと思いますってとかいう間も話さなあかん、これ AI できますかとか、お前これやめとけよ、住民揉めるぞとか言わない、分かるわけないんで、視界切りになるとかね、ちょっと面白いけど、見てみたいけど、ないので、まあ、その辺はやっぱ行政書になっていくっていうのは、これ、なくならないんじゃないかなと思うんですよね。なるほど。はい、ただね、はい、言うてもその法律があって、はい、その要件を満たすためのプロセス、で結局、ゴールが決まってるんやから、同じ話かなって思うんですよ。まあ、まあ、ある程度はね、ピタゴラスイッチの世界、広い意味で言うとね、その、しかも結局そこに成果として出てくるもんって一緒でしょ、そこは一緒ですね、さっき の, その、ね、経営企画だったりとか、あ、何かそのクリエイティブな仕事っていうのって青天井の世界だと思うんですよ、そうですね、指してるものっていうのはね、ゼロから何かを生み出すことっていうのはもう機械にできない、そうですね、世界なんで、どんだけ、その積み上げてきたとしても、じゃあこの状況から一歩ゼロを1にするために、最初のステップを生み出すっていうのは、やっぱり人がやらないとだし、それをねこうやっていくっていうのが、まあ、本当の意味での今後の、ね、我々の役割になっていくんだろうと思うんですね。そうですよね、確かに、今の本田さんの話を聞いてて思うんですけれども、まあ、行政書士がどのような業務開拓をすべきかっていうのは、まあ、ある程度ねもう説明していただいているところなんですが、先ほども出ましたよ、ね、この野村総理の用語ですけども、抽象的な場合は整理組織っていうのは、まあ、先ほど私が言ってたのであったりするんですが、逆にこの経済産業省のもの、これで言うと企画開発、マーケティングの人としてはそうかもしれないですね、例えば私で言うと、どんな旅館業の雑誌にしたらよく稼働率が上がるのかとか、こんなところの立地条件ではまずいとか、先ほど、まあ、近隣住民さんと揉めなあかんっていうのも、僕言い方としてはリスティングで悪い評価いっぱい書かれたらお客さんどんどん離れますって、そうやったら近隣住民さんが温かく迎えてくれるところの方が評価上がりますよとか言ったりしたりもするんですけど、まあ、そういう、まあ、なんかこうゼロから、生み出すっていうところっていうのは、まあ、今後行政書士がお客さんと対峙していくときに必ず意識しなあかんっていうのは、この減る仕事増える仕事というところ、増える仕事をどんだけ割合増やしていけるかっていうところとはやっぱ思いますね。で、他にもまあじゃあね、行政書士どういうふうな展開をしていったらいいのかっていうのはあると思うんですけども、もちろんまあ許認可の話でもいいんですが、まあ、行政書士だからって必ずその観光庁に手伝いのみやれってわけではありませんので、こういう業務こそまあやっていけるんじゃないかとか、特に本田さんとかだったら僕だから印象的にもともと行政書士やってない業務ばかりやられてはるけど、陶芸家支援とか、空き家の対策とかも、まあ、正直どういうことを普段されてんやろっていうところがすごい興味あるところなんですけども、どういう感じでやられてる業務なんですかね。結構でもね、やってることは普段普通の行政書士がやってることと多分大差ないと思います。空き家の話って実際にその空き家問題と一般に言われるものっていうのは、地域の人たちがここにある空き家が将来的にこううちとかその近隣に迷惑かけるんちゃうか、もうだいぶボロってきてんで、全然手入れしてくれへんわ、みたいな話なんですね、で町内会長さんとか自治会長さんという人を中心に、じゃあここはもう地域の問題として考えようや、ここが最初のステップ、これがあるから空き家問題というものになるわけですね、その地域を巻き込まなければそれはただの相輪関係であって、空き家問題とは地域コミュニティの、まあ、課題になっていると、いうことなわけですよ、でその時点では潜在的なというか抽象的な課題、であって、それをじゃあどうしましょうかと、今後似たようなケースが起きないようにどうしたらいいですかねと、どういうふうに意見を集約してどういうふうに意思決定をして、現状それから未来に対してどういう対応をしていけばいいのか、その結果この地域っていうのはどういう場所にしていきたいのか、みたいな話なわけですよ。なるほどなるほど。でそこに間に入って、これはこうこうこういうのがありますよ、役所はこういうところで 手伝ってくれますよ、なんなら補助金出してくれるかもしれませんよ、だったりとか、こういうふうな形でじゃあ分かりやすい資料を作ってみんなに地域の皆さんに配って見てもらいましょうか、説明会開きましょうか、町内会長さんとかに対してこういうふうに振る舞っていって、ここはちょっと先頭に立って一括入れたってくださいということですね、ということをもう裏から支えるというか支援するわけですけど、
慎吾ちゃんなんかようやってる社長の参謀的な仕事とやってること一緒でしょ。確かに言われてみればそうですね。そうですね、うん、でその地域コミュニティというものに対してそれを法人の、うん、顧問とかコンサルティング、うん、参謀みたいな形で入り込んでいく仕事をやってるだけなんですよ。うん、ね、やっぱこう人間がやることですから、そうですね、その人間対人間で相手も人間っていうところの場面で、うん、まあ、どういうような、うん、アドバイスをしていけるかっていうところっていうのは、うん、確かに言われてみれば今まで行政省がやられたところの部分としては残ってる部分なので、うん、逆にそっちに焦点を当てていって、うん、そこでお金をもらうっていうことに気づいていくというところはあるかもしれないですよね。はい、いかがでしたでしょうか。はい、今回はですね、まあ、AI とかデジタルファーストの時代に行政書士がどのように業務を今後考えていったらいいのかということでお話しさせてもらったんですが、うん、究極的にはですね、従来的な許認可業務っていうものの限界点を、うん、見たのかなって思ってるんですが、うん、この話はね、もうなかなか非常に重要なテーマなので、うん、まあ、皆さんも、まあ、今日の話をまあ聞いていただいて自分の場合どうかとか、うん、これからじゃあどういうふうにやっていったらいいのかっていうのをもう一度ね考えていただければいいなと思ってお送りさせていただきました。ありがとうございます。ご清聴いただきありがとうございます。ありがとうございました。